倉庫のそこそこラジオ。眞子さまのご結婚問題などもあり、にわかに皇室により注目が集まっているというような気もするんですが、中でも僕も世間も今後気になるであろうことがなんていう話です。どうも、関西で喋り手などをしております倉庫と言います。そこそこラジオというわけで、今回は皇室皇位女系天皇のそこがです。この女系天皇の問題というのはですね、有識者会議なども開かれて、いろいろと賛否両論意見がね分かれているところではありますが、その前にですね、女性天皇と女系天皇の違いっていうのをはっきりとこう知らしめた方がいいんではないかなって僕は思ったんですよ。というのは、僕もあやふやな感じだったというか、あれ、そういえば女性天皇って今までいたって習ってるよなと。確か推古天皇って女性の天皇だったよなと。じゃあ、あの愛子さまが天皇に即位されることは可能なのかとか、よく分かってなかったんですけども、この女性天皇と女系天皇という問題が非常に奥が深いというようなことでね、よく分かってない僕のような人もアンケートではいるみたいなんですけども、まず、まあ女性天皇というのは性別が男性か女性かによって、男性天皇、女性天皇、女性天皇の場合は女帝と呼ばれたり、今までもですね、8人10代の女性天皇がいた、2回されてる方もいて、今までは8人の女性天皇が、まあそのワンポイント的というか、次の天皇になれる男性がまだ幼くて大きくなるまで、女性お母さんが務めるとか、そのどちらの男性が弟が継ぐのか子供が継ぐのかなんていうことで揉めたりしてる時に、一時的に女性天皇が、支配するというか、当時はね、あの政治も行っていたので、なんかそういうパターンの8人10代の女性天皇はいたんですけども、その女性天皇もですね、あの天皇の、男性から血を受け継いでいるということで、仮に、まあ、愛子さまが天皇に即位した場合は男系天皇ということで、まあ、お父様が天皇というそういう血を受け継いでいるということになるんですけども、その後ですね、その愛子さまが結婚されて生まれたお子さまが天皇になられる場合は女系天皇ということになると、母親から天皇の血を受け継ぐというこの少し分かりにくい構図といいますか、この126代にわたって男性の方の血を受け継いできているということで、その伝統をね守るべきか、でもこのままではもう皇室がどんどんと先細りしていくというか、そんな問題になっている。で、男系男子にのみ皇位継承権が与えられるようになったのは明治以降ということで、それまではその女性の天皇も容認されていたんですけども、明治以降はもう男系男子の方しか天皇になれないということになってるんですけども、なのでですね、その眞子さまのご結婚でも問題ね、いろいろとなっておりますが、この先ですね、まあ悠仁さまのご結婚というのが近い将来、まあ近くはないか、どうでしょう、10年20年の間には絶対あると思うんですけども、まあ、そしてですね、そのね、あの
ご結婚相手の方の女性にかかるプレッシャーというか、こう男性を産まなければ途絶えてしまうということを避けるためにも、この女系天皇を容認するかなんていう話が今もう議論されてる真っ只中ということでね。いや本当にその悠仁さまの奥様になられる人の気持ちを考えたらね、えそのものすごい重圧だろうなと思うんですけど、そのあたり今の総裁選でも4候補の意見はいろいろと取り上げられていて、あの野田聖子さんは当初男系を守るべきだというような発言をされていたと思うんですけども、やっぱ国民に広く意見を求めていかなければならない、一つの選択として女系天皇も含まれるというような考えになってこられて、まあ、男系男子を続けていくのは難しい状況になっているとおっしゃってたと。でも岸田さんは例外なく男系が継承してきたので女系天皇は反対、高市さんも126代続いた男系の血統はこれはまさに天皇陛下の権威と正当性の源だということで女系天皇は反対、河野さんだけがはっきり意見を述べられてないという状態なんですよね。賛否については言及は避けているということで、このあたりもですねちょっと注目かなと、どういうね政策意見をされているのかなっていうのも、総裁選もその女系天皇とかの問題も気になるなと思うんですが、いや本当にねこの眞子さまのご結婚問題はもう発端といいますか、この先またね佳子さま、そして悠仁さまにかかる本当重圧、ご結婚、今後の皇室皇位継承などはどうなっていくのかっていうのは、この令和の時代にいろんなね議論がなされていくということで、僕たちもしっかりと考えなければいけない問題だなと、改めてこの眞子さまのご結婚なんかを発端に思ったりしました。総考でした。さよなら、バイバイ。